します。それでは新型コロナウイルス感染症に対する緊急対策について記者会見を行います。新型コロナウイルス感染症は現在本市でも4例の感染者が確認されておりまして、担当方面に影響が及んでおります。とりわけ地域経済においてはインバウンドなどの観光客の減少をはじめ、イベント等の延期、中止、さらには外出を控える動きから、すでに観光業、また小売業、飲食業、イベント事業者などの多くの事業者等に影響が出ており、今後さらに拡大していくことが懸念をされます。そこでこれらの影響に対応するため、地域経済のインパクトの最小化や、感染拡大防止のための緊急対策を、柱とした、総額17億円規模の、新型コロナウイルス感染症に対する緊急対策を取りまとめました。まず、地域経済へのインパクトを最小化するための取り組みです。先般、熊本県においては県内の中小企業等を対象に100億円の融資枠を通常とは別枠で確保し、融資の際利用者に生じる信用保証料の全額を補助するという力強い金融支援策を公表されました。そこで本市ではそれに加えまして、市内の中小企業者の方々がこの県の制度を利用する場合に利子を3年間全額補助するということにしました。県と市がですね、こうして連携をすることによって、全国でも類を見ない支援策となっていると考えます。今回の支援につきましては、本市の既存の制度融資と比べ、融資限度額が1500万円から5000万円に拡充をされ、また保証料は県からの全額補助、そして利子については熊本市が3年間全額補助ということでありますので、この熊本地震の際の支援策と比較しても手厚いものとなっております。そして本市のこれまでの経済対策と比較して最大規模の支援策というふうになっているところでございます。この支援策によりまして、売上の減少に苦しむ事業者の皆様とですね、経営の安定に向けてですね、資金面から最大限のバックアップを行ってまいりたいと考えております。また今週中には新都心プラザや本庁舎の8階等に総合相談窓口を開設をいたしまして、中小企業、小規模事業者をはじめとする市民の皆様からの相談体制を強化をいたします。なお総合相談窓口の開設ができ次第、報道資料あるいは市のホームページで公表をさせていただきたいというふうに考えております。次に、感染拡大防止のための緊急対策でございます。感染拡大防止対策につきましては、これまで、私有施設での、マスクや消毒液等の配備、私有施設の一時休館等を行ってまいりましたが、今後はさらに帰国者接触者相談センターにおける相談体制を充実させますとともに、医師看護師等の体制や医療機器等の強化、また PCR 検査にかかる試薬の追加補充等を行うことにより感染拡大防止により一層取り組んでまいります。また新型コロナウイルスに感染をされた方や病院関係者、病院に通われている方等に対して誤った情報に基づく不当な差別、偏見、いじめ等は決して許されるものではありません。感染に対する正しい理解と不当な差別、いじめ等の防止を図るため、新聞広告やテレビ、ラジオ CM を活用しまして、迅速で正確な情報発信や人権相談に関する広報を行ってまいりたいと考えております。最後に、小中学校等における一斉臨時休業への対応で
ございます。本日から、一斉休業が、行われるわけでございますけれども、まずすでにお支払いをいただいております3月分の給食費につきましては、後日保護者の皆様に全額返金をさせていただきます。また食材等を納入をされております学校給食関係の事業者の方々や給食調理業務受託会社等につきましても、損失の出ることがないよう手厚く支援をしてまいりたいと考えております。また本日から行っております児童育成クラブの開設時間拡大に伴いまして、人件費を確保いたしますとともに、放課後等デイサービス事業所での預かり時間の拡充や、預かり先の不足を見据えまして、児童福祉施設等での、障害児の預かり先の確保に取り組んでまいります。なお児童育成クラブでは原則としてマスク等はご持参いただくこととしておりますが、クラブでもマスクや消毒液を確保をしておりますので、安心してお子様をお預けいただきたいというふうに思います。ここまで説明をさせていただいた取り組みのうち、早急に措置が必要なものについては、本年度の予算の予備費を活用等を活用した迅速な対応を行い、事態の推移を注視しながら、今後の補正予算等も含めた柔軟な対応を行ってまいりたいと考えています。今後も状況の変化を見極めつつ、必要な施策を講じていくとともに、機会を捉え、国に対しても要望を行ってまいりたいと考えております。以上が本日の報告内容となります。これらの取り組みを通じて、引き続き市民の皆様の安全安心を最優先に、国や県をはじめ医療機関や事業者と緊密な連携を取りまして、さらなる感染症の拡大はもとより、感染者の重症化の防止や地域経済への支援に全力で取り組んでまいりたいと考えております。私の方からは以上です。はい、それでは、質問をお受けします。まずは管理者のことをお願いします。管理者の方です。よろしくお願いします。まず、緊急のこの対策なんですが、地域経済関連での、利子を3年間全額補助という点が、今年度で14億円はこれに当たるものと考えています。当然これは、14億円が、それに当たるということもそうなんですけれども、その他にも今後ですね、申し込みがですね、やはり増えてくる場合には、さらに、必要な場合にはですね、補正予算等でですね、対応していく、そういうふうにご理解いただければと思います。14億円というのは利子補助の額と考えています。そうですね、令和2年度の補正で対応しようと考えている額で、これは大体熊本地震の際の実績ですね、が大体4000件ぐらいだったというふうに思いますが、そういったものを、考慮してですね、大体このぐらいの予算があればというふうに今見込んでいる額だということでありますので、これを大幅にもし超えるというようなことであれば、またさらに検討しなければいけないということなのかと思います。この財源等につきましてはですね、やはり国の方でも、今、いろいろな支援策を検討しておられるというふうに思いますので、そういった国の方にもですね、要望を行ってまいりたいというふうに思います。それから感染拡大防止のための対策と、中の、医療検査体制の強化での検査の、PCR 検査などについても伺ってますけれども、これによって検査量、検査の件数等が増えることができるんでしょうか。基本的にはですね、今後やはり感染拡大等にやっぱり備えるということは大変重要であるというふうに考えておりますので、医師、看護師等の体制や医療機器等の強化を図って、これは感染症の指定医療機関へのですね、機能強化をまず一つ、やるということと、それから、検査に関しましてはですね、やはりこの試薬あたりがですね、不足してはいけませんので、それから
からあとリアルタイム PCR 等のですね、この検査機器なんですけれども、実は昨年12月にですね、発注が済んでいるものが、今日入って、明日から、使えるようになります。でもちろん、これはですね、もともと新型コロナウイルスを想定して、発注してたわけではなくて、例えば他のですね、風疹であるとか、それから麻疹であるとかですね、デング熱であるとか、ノロウイルスであるとか、まあ、いろんな感染症のですね、そのウイルスを測定する機械でもありますので、そういったものにきちんと対応できるようにですね、体制を整えようということで、当初から令和元年度予算に挙げていたというものでありますが、それがちょうど、タイムリーに届くということもありますので、まあ、そういう意味ではこの環境総合センターにおけるですね、検査体制というのはですね、充実をしていくということになります。ただその機器がですね、2台になったからといって、その検査可能数が2倍というわけにはいかないということです。これはやはりこの前処理を行って検査をしますので、20検体の処理を、3人で対応して約4時間、かかるということでありますから、そういったいろいろな、マンパワーの体制もあるということであります。ただこれを入れることによってやっぱりその件数については充実をしていくんだろうというふうに考えております。で、まあ他の検査の依頼もありますから、コロナウイルスだけではないですから、そうするとそういった依頼にも別のものを使う、新しいものを使うということで対応ができるので、まあコロナウイルスのこの陽性か陰性かということを判定するため その検査ということに対しては心配のない状態をこれで確保できたというふうに考えております。先ほど、県と市が連携して、全国の類を見ない支援対策、はい、全国の類を見ないというのは、県が保証料を全国で補給をして、で市が未使用を補給する、その2つでやるというのが全国の類。そうですね。で、県市で連携してこうした制度融資をですね、やっている事例は多分今確認するところないということであります。で実は熊本地震の際には、県も制度融資を作り、市も制度融資を作りというようなことになってましたけれども、それを一つにやっぱり一本化をしていくということで、県の方でもかなり大きな支援策を考えていただいたということです。でそれに、アドオンする形でですね、熊本市が、この西部3年間を有するということになりましたので、これはおそらく全国でも類を見ない規模のものになるんじゃないかなと。それでは、各社からお受けいたします。ご審議お願いします。はい、どうぞ。熊本市の調査ですけれども、14億円の根拠をもう少し具体的に教えていただきたいと思います。1件あたりをグラフラインに出らっしゃって、うん、で、まあ、件数が熊本地震の4000件と、何件か。それは、じゃあ、事務方の方が後で詳細にはお答えをさせていただきたいと思いますので。大事なことなので、はい、そこは丁寧に。はい、相談窓口を作られるということが、はい、9月からというか、1日からというんでしょうか。いや、今週中ということで、今、解説を準備しています。で、これ、制度を今、発表させていただきましたので、これについて皆さんが問い合わせを、今、従来の窓口にもされるというふうに思いますが、特設の窓口を作るということでありますので、それは準備が整い次第ということで、まあ、できるだけ早く。ちょっと今週中まで、お時間いただければというふうに思いますが、皆さんにはそういう意味ではこういう制度が、制度融資がですね、受けられる、あるいはそういう経営相談等がですね、受けられるということで、お気軽にですね、ご相談をいただければというふうに思っております。まずはやっぱり安心をして、今お客さんが減る、そういった状態をですね、やっぱり皆さん不安に思っておられる、あるいは資金繰りについて非常にですね、不安に思っておられるというふうに思います。ですので、まずできるだけ早くということで今考えています。じゃあ、ごめんなさい、ケッテキさんの皆さんに。すいません、ケッテキの人でございます。2点お願いします。はい、1
一つは、今回熊本地震時を上回る支援をということなんですが、はい、まあ、この短期間で地震を上回る支援をしようと思ったその気持ちというか、背景を改めてお聞かせいただきたいのが1点、はい、と続けていいですか。はい、どうぞ。学校の休業に伴って食材の納入業者さんの損失が出ないように見ておりますでしたが、はいはいはい、食品ロスといいますか、うん、その食材が急にキャンセルすることで、はい、行き先がなくなってしまったりみたいな問題とはないのでしょうか。その辺りの支援のお考えを聞かせてください。はいはい、まず1点目のですね、ことについてなんですけれども、やはり熊本地震の時と比較しますとですね、時期がいつになるのかもう全くわからないということがですね、非常に大きな影響を生んでくるというふうに思っていまして、かなり深刻に我々は捉えています。特に、今熊本地震の復興需要でですね、なんとかこの熊本の経済は盛り返してきていたところだったんですけれども、昨年末のその消費税の増税や、それから今年に入りましてからもですね、ずっとこの日中の貿易摩擦等のですね、影響でかなり経済的には、不安定な状態になっている。そこに、このコロナウイルスの問題がですね、発生してですね、かなりこれは経済に与える悪影響というのが大きいと、深刻であるというふうに私自身は捉えています。ですので、本来であればですね、議会等でですね、もっとその、予算、補正予算等の、審議というふうに思っておりましたけれども、まずこの予備費で、今できる部分に関して、即効性のあることをまず、打ち出していく。そして、市民の皆さん、あるいは経営者の皆さんにですね、安心して、この感染防止のための対策を取っていただくということ、まあ、これが何よりも重要だというふうに考えています。今回、そうした規模になっています。ですから今後も追加措置も含めて、柔軟に、皆さんの要望に沿ってですね、対応していきたいと思います。それからあともう一つ、給食のことに関してなんですが、食材ロスに関しては、今のところも発注を止めていますので、その点に関しては他にその食材は、流通をしていただくということでは影響はないんだろうと。でもちろん その今日からの給食のために仕入れられていたもの、ということに関してはおそらく、そのロスが出る可能性がありますので、まあ、そうしたものについては十分調査をさせていただいて、対応を取りたいというふうに思いますが、いずれにしても学校給食会とか、学校給食の関係の納入している業者さんたちはある程度決まっていますので、そうした皆さん方に対しては、きちんとした、その損失をですね、やはり、全部補償するとこういうことが必要だというふうに考えておりますので、まあ、それについては教育委員会等とも十分な、ね、連携をしてやっていきたい。それから、できるだけ無駄がないようにですね、やっぱりしていくということは非常に重要なことですので、まあ、そういう意味では、そういう今後もですね、食品ロスやそういったものがですね、起こらないように、でこういう突発的にですね、やっぱりこの給食が止まるなんてことはですね、なかなか通常ないことでもありますので、まあ、今後ちょっとそのいろいろなリスク管理の面でも、これは、いろいろと検討しておかなければならない、事項の一つだなというふうに今回改めて感じたところでございます。はい、じゃあ詳しく。この中にまだ入っておりませんが、当然、給食関係で委託をしているですね、その人件費とかその学校給食に携わっていらっしゃる皆さん方がいらっしゃいます。で、そういった方々に対してですね、やっぱり影響が出てこないようにするということは非常に重要だというふうに思っております。ですから、まあ、その点に関しては皆さん方の委託調理、給食調理のその業務委託の会社の皆さんに対してですね、まあ、こういったも当然いろんな保障、それから、
あとは調理場も含めたところでのですね、まあ、いろいろな調理業務自体は発生しないんですけれども、仕様に定めているですね、その範囲の中で調理場内の清掃であるとか、消毒、それから調理器具 その調整等の業務には当たっていただくということで、仕事を、まあ、そこではしていただくということになっていますので、まあ、そういったことも合わせて、実際に従業員の方々や、その会社に影響を及ばないようにするということを、今、検討しています。これは議会ともご相談をしながらやっている。で、そもそも制度融資も含めたこの申し込みがあって、実際にですね、お金が必要になってくるのは新年度からになりますので、まあ、そこはですね、なんとか対応ができるだろうということでありますので、議会の方に上程をさせていただくタイミングであるとか、規模とか、あれについてはまた議会とご相談をしながら検討していくということになるかと思います。はい、どうぞ。この支援策について、やはり報道を見た方が問い合わせをすると思うんですが、はい、どこかワンストップで受け止められる部署というのは作るんですか？そうですね、ワンストップの相談窓口ということで今考えておりますが、とはいえですね、今ちょっと新都心プラザいや、ここの8階というふうに申し上げましたが、やはりそこもですね、殺到してしまうと、この感染リスクがやっぱり高まってしまうので、まあ、電話、あるいはメール、こういったもので、できるだけですね、ご相談できるような体制を今、ちょっと整えようというふうに考えています。で、その上で、例えば、お越しいただいてですね、なんかこう手続きしなきゃいけないようなことになれば、そういった場所をというふうに考えております。で、それについては今ある経営相談の窓口がすでに経済観光局を中心にしてありますので、まずはそこにお電話をいただければですね、ご案内できるのかなというふうに思いますが、まだちょっと今制度を今日発表させていただいたばっかりですので、この申し込み手続きその他については固まり次第皆さんに熊本市のホームページあるいはそういった関連の相談窓口でですね、お問い合わせにお答えをするということでお願いしたいと思います。ですから今週中にはそれを整えて、まあ、できる限りは、まあ、ワンストップというふうには思いますけれども、そういうふうに手間ができるだけかからないようにというふうに考えております。どうぞ。はい、じゃあ読みます。緊急対策の中で自由施設の安全対策の強化というのがあって、利用料とかの、はい、まあ、収入減というのを全額販売されている、はい、実際今の時点で把握していらっしゃる件数は、今ちょっとまだ全体的には把握が、できておりません。ただもう、多数 やはりキャンセルがあっているというふうには伺っていますので、まあ、それはまたまとめてちょっと社会を後ほどさせていただきたいと、件数やその金額等の規模についてですね、はい、よろしいですかね。はい、どうぞ。市長が自らおっしゃった環境総合センターの PCR 機器が2台になるんですが、はいはい、体制が整ったのが今日で、まあ、現時点でもうその2台体制になっているのかと、はい、で先ほどおっしゃった20検体を3人で対応4時間というのは現時点の2台になった状態のことをおっしゃった。いや2台になる前の状態が、今の状態です。それから2倍になるわけではないですけど、件数は、おそらく1日60検体ぐらいはできると思います。マックスでも。それから民間のですね、今検査機関についてもですね、県内に1社実は検査できるところがあるということは把握をさせていただいておりますが、そこはまだ準備が整ってないと受け入れる、というふうに伺っておりますので、まずは県のですね、方の保健環境関係ですかね、保健環境衛生研究所でしたっけ、ウッドの方ですね、
県の保管県とそれから熊本市の環境総合センターの方でですね、合わせて、検査をやっていくと。で、これについては機器は、今日納入されて明日から稼働するということで、あります。ですので、そういう状態であると。それから、まず PCR 検査とか疑わしい事例に関しては、保健所にまず相談をしていただく。それから、電話でですね、医療機関等に、お電話をいただいてですね、今の状態を聞いていただく。でこれちょっともう今お尋ねをちょっと超えてしまうかもしれませんけれども、一部報道でもですね、不適切な取り扱いをしている、つまり検査を本来はすべきじゃないかというものに対して検査ができてないんじゃないかというような話がありましたので、私の方で、週末というか昨日ですね、担当の方を呼びまして、きちんとですね、当然厚生労働省からの通知なり何なりは出ていますけれども、やはり例えば医療機関からですね、提供があったそういう患者さんやのものについて、行政検査をですね、できるだけ柔軟に対応するようにということは私の方から指示をさせていただいております。それでやはり多くの皆さんがやっぱ不安にならないということが非常に大事なんですが、一方でとにかく重篤者の方をですね、とにかく守っていく、命をですねとにかく守っていくということが最優先になりますので、今どうかな、検査してもらおうかなというようなことではなくて、まずお医者さんの判断をですね十分聞いていただいて、そしてそこの医療機関から、保健所の方にですね、必ず、これは検査した方がいいのではないかというふうに、紹介がありますので、その上で保健所の権限の中で判断をしていくということになりますので、その辺は冷静なですね、ご対応をいただければというふうに思います。決して検査が必要な方々のですね、検査ができないということはないようにですね、しっかり対応していくことが重要だというふうに思います。それ今お聞きしようと思ったんですけど、はい、言っていただいたので確認なんですが、はい、その保険料が適用され、保険が適用され、今週に持って、その上でも、重症化の方を、重視されるっていう、重視というのはちょっと思ったんですけど、今のご発言は、それも受け手のご発言ということでよろしいですか。もちろんですね、医師が総合的に判断した場合には新型コロナウイルス感染症を疑う場合にもこの実施するということは厚生労働省 の通知で出ていますので、当然重症といってもその要はそのできるだけ病院の方からですね、例えば医療機関から深刻だというふうに言っていただいたものに関しては当然優先をして早く検査に回さないともう命に関わってきますのでということであります。でだからといって軽症の方をないがしろにするということではないということは明確にここで申し上げておきたいというふうに思います。それでやはり医師が総合的にやっぱり判断をするというのはこれいくつものもケースが出ておりまして、熊本市内でもですね、もう報道でもにも情報提供させていただいておりますが、この検査自体はですねもう件数が100件近く今検査をこうしているような状態で、ありますので、検査の件数は、89件で、そのうち、4人の方が、市内ではですね、熊本市内だけですけど、89件のうち4人の方が、陽性だということでありますので、大体9割ぐらいは今のところ陰性だというふうに出ています。ただ、その接触者であったりですね、そういったすでに陽性の方との関わりのある方に関しては、今保健所の方で健康観察を行っていますので、そういったことで万全、もうこれ以上絶対に広げないということで、我々としては、できるだけ早くこの陽性の患者さんをですね、キャッチをしていくということが極めて重要だと思っております。そういう対応を十分取るように私の方から指示をしていきます。はい、じゃあ児童育成クラブについてなんですが、支援員の方っていうのは
というんでしょうか、足りてるのかっていうところと、あとは、まあ、一部の市町村では学校が学童じゃなくて学校が受け入れるっていうところもありますが、市としてまあそういうことがもしもっと受けたいっていう人がたくさん出てきたらそういうこともありえるのか、あとはあの一部声が上がってるのが学童の方が密集してるから危ないんじゃないかっていう、まあ、ネットとかにも出てますけど、市長はどのようにお考えでしょうか。あのまず、児童育成クラブの利用状況でありますけれども、入会児童数が、5151名なんですけれども、すでに入会してるあの育成クラブにですね、あらかじめあのいらっしゃるので、本日のその利用予定者数という意味では、4246名が、の約8割の児童が利用するのではないかというふうに見込んでいるところです。それで、8時時点なんですけども、育成クラブに来ている児童は1020名ということであります。で、問い合わせ等も含めてあのいろいろ、伺いましたけれども、教育委員会の方からですね、話を聞いたんですけれども、大量にこの殺到するというような状況ではないということ。で、基本的にはやはり自宅でですね、そういう過ごすことができる方は、感染率を抑えるためにですね、自宅で過ごしてくださいということを申し上げておりますので、まあ、そういう方々にはですね、もうやむを得ない状況の中で、利用してもらうと、仕事の関係とかですね、そういったもので、利用をするという方は、どんどんご相談をいただく。で、それから、まあ、マスクも、消毒もそこには、ご用意をしておりますので、まあ、そこについてはもう心配はいらない。ただ、一方ではですね、やっぱりその、例えばプレハブの、施設等々で、狭隘なですね、中で非常に子どもたちが密集した環境の中で、おりますとですね、それは感染リスクが高まるということもありますので、現場現場でもし許す範囲でということでありますけれども、まず体育館の利用をできるようにしております。で、そこで、そういう、まあ、広いスペースを使ってですね、まあ、感染リスクをできるだけ抑えていく。まあ、あるいは、まあ、その学校等々とも、ね、連携しながら、使えるそういう光景であるとかですね、いろいろな施設についてはですね、また適宜柔軟に検討していくことが必要なんじゃないかなというふうに思っておりますので、まあ、そういう意味ではご安心いただきたいというふうに思いますが、あくまでも今回の措置は、この学校の臨時休校ということでですね、できるだけこれは感染拡大防止ということがありますので、まあ、やはりこの児童育成クラブの利用というのも必ずまあ、もうどうにもならないという方はですね、仕方がないんですけれども、できるだけそういう状況を各ご家庭でですね、ご判断いただいて、活用いただければ。それからスタッフについてはですね、一応現時点では何とか対応ができるというふうに教育委員会の方から報告を受けておりますが、まあ、やはりスタッフの方々もそれぞれいろいろなお仕事の事情とかご家庭の事情も抱えておられるというふうに思いますので、まあ、そういったところはよく把握をしながら、もし不足する場合においても、例えば熊本市で今閉鎖をしている例えば児童館であったり、まあ、そういったところの担当者が応援に入る、あるいは学校の先生がですね、一部こう応援に入るというようなことも話としてはあるというふうに聞いておりますので、まあ、その辺は総合的に調整しながら対応していきたいというふうに思います。よろしいでしょうか。はい、それでは、お邪魔しまして、視聴者の皆様、よろしくお願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。